皆さんどうも、T島です。では今回もドラゴンクエストビルダーズ続きやっていきたいと思います。ということで前回、仲間がちょっと3人やられてしまって、でその病ですかね、の原因を知る元老丸の弟子ウルスが遺跡の奥にいるっていうことなので、今そのクエストのところまで聞いてみました。で中を見てみると結構倒れてる人がいるんで、ちょっと話してみましょうかね。この人たちも同じようになんか病気で倒れてるんですかね。ただの屍ではない。でメモ帳が何枚か落ちてますね。でこっちはなんか病気に関するメモ書きとかそんな感じですね。あ、これがウルスかな。これももしかして戦うようになるのかな。おお。一気にちょっとこの量はきついな。ちょっと量が多いな。危ないな。結構近場に逃げ道がないんで、ちょっと広いところにおびき出してから戦った方が。よし、ここで3体は倒したな。あ、なんか別の敵も近づいてきてるし。よし、あとはなんかでかいやつかな。この毒がまた厄介だな。よしよし。おお、やばい。
げながら、謎のモンスターか。ちょっとこれ危ないんで回収しておこう。よし、いけるかな。世界樹を探すんだ。ウルスの手紙を手に入れた。ということはここでその病気の研究をしていたっていうことなのかな。でもなんかこの場所夢でなんか出てきたあの武器屋っぽいような感じもしましたけどね。ここら辺のなんか持って帰れそうなものも持って帰ろっかな。さてじゃあちょっと一回戻ってみますかね。でクエストが完了してるんでちょっと話してみようかな。また次のが出てきたな。でも町の発展はもう終わってるんで、もうそのままクエスト完了かな。聖なる祠。ああ今度また戦いが出てきてるな。さてじゃあそのままちょっと戦い行ってみようかな。ちょっと一回寝て。
じゃあ戦いに行ってみましょうかね。確かに。これは上からでもできるのかな。あー、ダメみたいだな。よし、これで。こっちにおびき寄せながら、この石像の餌食にしてやる。やっぱりまだ来るな。あ、間違えた。うん、厳しいな。回復させながら1回に12か、ちょっと厳しいな。おっと、あとはこいつだけか。やばい、こいつを取っ払ってしまわないと。よし、倒したな。お、旅の扉緑。これで一マスまた増えてはないな、やっぱり。さて、旅の扉緑も手に入れたんで、こっちに、よいしょっと。っていうことは、この先に世界樹があるのかな。一生懸命ゲンロはもう来ようとしてるのに出てこれないっていう。あれ、どうした、エル。そんなことできるわけないだろう。世界中の雫か。
何をバカなことを。あ、孫娘だったのか。古の調合台、でこっちは武器だったかな、確かいかつい男から。あ、なんかメルキド編ってなんか一章だったかな、いたな、そういえば。銀を5つ。たくさん持ってるけどな、銀は。お、やっと銀の使い方が。なんかまたロト金床みたいなのかな。ひらめけと。さあ何をひらめいた。液体銀。液体銀でじゃあ何か作れるのかな。液体の銀をどこで作るのかが問題ですけどね。いにしえの調合台なのかな。あ、あった、こっちだな。お、鍵。お、鎖片びら。お、はやぶさの剣。聖なるナイフ。お、結構思いついたな。これは飛び道具なんだ。っていうことはこっちの仕立て台の方かな。はやぶさの剣はでも欲しいですね。よかった、金取っといて。確かどっかでなんか使うかなんかがあったはずなんですけど、取っとこうと思って取っといたんで。んで、あとは、あ、リカント、リカントの毛皮。あー、持ってないな。おお、スキルはでも1回なんですね。よし、では今回はちょっとこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。まあ次回ちょっとエルを救うために旅の扉、緑ですかね、そっちの先の方に行って、まあ多分世界中とかですかね、あと古の調合台があると思うので、それをちょっと探しに行ってみたいと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあ、まあ
たねー。